四国鍋割りクルーミヤキノシタイカドタは、脈部下の植物の一つ。鍋割りに似るが、花弁が同系同大である点が異なる。四国の固有種である。常緑性の双本。草丈は40から58センチメートルほど。地下に根底を水平に伸ばし、長さは5センチメートルまで、樹頭状を呈し、その石管は3から5ミリメートル、時に18ミリメートルになる。根は、 紐状で、肉質、径は2から2.5ミ、mm、リメートル、束状に出る。茎は、下方の半分ほどが直立し、それより先は傾いて伸びる。無毛で枝分かれはせず、茎の下側の2、3ほどが紫がかる。木部の葉は、紅白色で膜質、長さ1センチメートルで、卵状円形の輪辺状となっている。茎から出る葉の貝のものは淡い黄緑色で、 半透明になっており、膜質で、臨片状で鞘を形成している。茎の上の方から出る4から7枚の葉が、いわゆる葉の形となっている。これらの葉は、茎の上半分にあって互生し、葉心は、卵状長楕円型から強卵形、長さ7から1 4トルで、幅は2.5から7 5トル。5から7本の脈が走り、先端は尖り、 木部は切り落とした形からややくぼんで浅い心形、時にはくさび状となっている。葉質は膜質だが、縁沿いがやや厚くなる。上の面は明るい緑で、下面は凍を吹いたようで艶がある。縁には細かな巨子がある。傭兵は長さ1.5から2.5センチメートルでももう茎を抱き、傭心は短く傭兵に流れる。は5月から6月で、花は 計8から16ミリメートル、溶液から出て2から3個の花を緩やかな周産過剰に、つけるが、時に単独で出る。ストがあり、加工は、長さ3から5センチメートル、無毛で基部に関節があって、太くなっている。包容は小さくて、長さ1から2ミリメートル、膜質で、皮身型をしている。可比片は4枚あり、十字に配置し、いずれも大きさ、形が、 ほぼ等しく長さ5から8ミリメートル、幅3から5ミリメートルの高ランをしている。色は淡い緑で果実の時期まで残る。花糸は黄緑色で少し曲がっており、乳頭状の突起がある。日本特産で四国にのみ分布する固有種である。角田の記録によると、その最終地点は四国4県すべてにわたる。特に徳島県、高知県、愛媛県ではそれぞれに、 複数の分布が確認されており、その範囲は四国の中部山岳域から南部に広がり、三県の県境に集中しているというような限定的なものではない。香川県だけは四国島内での記録がないが、ちょうど島で確認されている。その生育環境は本属の多種と同じようなもので、温帯域の樹林化、あるいは杉植林地で見られる。また、本州の分布域は、 以前から知られた種である鍋割と重複するが、同種的に見られる生育地はなかったといい、つまり、個々の生育地ではどちらかの一種のみしか見られなかったということである。鍋割属には世界に7種あり、そのうちで5種が日本産である。このうちで本種と最もよく似ているのが、本州の関東異星、四国、九州に広く分布する鍋割しいヘテロセパカで、 植物体の様子はよく似ているが、本種では可皮片に4枚がほぼ同型同体であるのに対して、この種では外可皮片の1枚だけが特に大きくなっている。この他に、角田はこの種との違いとして、本種では花糸が細長くてわずかに湾曲すること、葉の円に不規則な細かい挙子が出ることなどを挙げている。鍋割りの場合、葉の円は細かく波打つが挙子はなく、 花糸はまっすぐで黒子色をしている。それ以外の姫鍋割り C ジャポニカ、小花鍋割り C アイトアナ、ヒューガ鍋割り C ハイグンシスの3種はいずれも可皮変が反り返る特徴があり、また外して本種より花が小さい。2010年、徳島県鳴門市のミスター、サトルキノシタが本種を記載した、有一騎士がにこの植物の標本と写真を送り、 その分類上の位置について質問したのが本種発見の始まりであった。ちなみにこの年は宮崎県で本属の新種が2種発表された年でもあり、それまでは本属の日本産の種は鍋割と姫鍋割の2種のみと考えられてきた。送られてきた植物は明らかに鍋割に似ているが別種と判断されるものであり、角田は高知県立植物園のドクター、 信行田中に、高知県の標本についてこの植物の調査を依頼し、確かにこれが四国に分布するものであることを確かめた。ドクター田中は2011年5月にこの植物について野外調査を行い、標本等を門田に送り、門田はこれらの資料と自ら採集したものを総合し、それらが同一のものであるとの判断から2012年に新種として発表したものである。 環境省のレッドデータブックには取り上げられていない。県別では、徳島県が絶滅危惧愛類に指定しているが、その理由については、個体数が少ないとのみあり、特段の危険性などは指摘されていない。以下、種として角田、p 八十二大橋ほかへん、P153 大橋ほかへん、P153 大橋ほか P 百五十三3角田以下、種として大橋ほかへ P153 大橋保加編、P153 以下、角田、P79 角田に、この直前の新種発見のことが記されているのは、それが、本種発見のきっかけとなった、との思いが含まれているのであろう。日本のレッドデータ検索システム2019年6月11日閲覧、徳島県版レッドデータブック P20.2019-06-11 閲覧。 ありがとうございます。